花火大会に臨みたいと思います。イエーイ、すごいなこの大船団、上がった。はい、どうも。今日はですね、こちらは夢の島マリーナにやってまいりました。あちらですね、船がたくさん泊まっております。実はですね、過去の動画でね、クルーザーを買ったような話をしたことあると思うんですけども、こちらのですねマリーナに一つ泊めてます。まあそちらは共同で買った分ではございますけども、12名ぐらい乗れる、43フィートだったかな、そのぐらいの規模感のお船ですが、そちらをですね乗りまして、今日はまあもうねサムネにも乗っておりますけども、みんなで花火でも見に行こうかなということで、今から早速向かいたいと思います。とりあえず行きましょう。はい、こちらがねお船になりますけども、他にもねなんかたくさん泊まってますね。いつもね一つか二つぐらいしかないんですけども、今日は四つもありますね。多分みんな同じこと考えてる気がします。じゃあ早速乗り込みますか。じゃあ行きましょう。はい、じゃあね早速こちらお船つけてもらってますので行きたいと思います。下手なんで気をつけないとダメですね。船中入っていましたけども、そういえばこれのレポをしたことなかったと思うので、今日はねせっかくなんで少しだけしますか。私はもうすでに何度か乗ってるんですけど、こちらでね、まあ、運転する感じで、中じゃあ行きましょうか。中はこのようになってて、一応こちらでカラオケができるようになっています。店員は12名ですね。キッチンで冷蔵庫ですねがあります。でトイレが、まあ、このようにあると。一応シャワーもありますけど、まあ、使ったことはないですね。そしてこちらが、まあ、くつろげるスペースになっていますが、あっちにももう一個あるんですよ。こちらはですねベッドルームになってますね。はい、まだ一回もここで寝てないんですよね。こちらにおトイレがあります。こっちなんだっけな、あこっち一応シャワーだ。シャワー2つあるんだ。という感じで船内はこんな感じになってます。じゃあちょっと上行きましょう。であと、外ですね、デッキはこんな感じで出ます。外も一応行けるようになってます。で今日はね、まあ、花火を見るということなんで、今回の花火もうそこで上がるらしいんですよね。本当は立山の花火大会に行こうと思ってたんですけど、それが台風の影響で、急遽変更になり、今回高等、ちょっと大阪人なんであんま分かってないですけど、高等の花火大会を見ると。でそれがなんかもうこっから近いみたいなんで、船からちゃんと見るのは私実は初めてかもしれませんね。いつもヘリで熱海の花火大会であったりとか、淀川花火ですかねは見に行ったりもしてましたけども、まあ本当はいろいろ挑戦してるんですよ。ちなみにでも天候でいつもダメになるので、今回も怪しいかなと思ったんですけども、まあですが、なんとか今日は無事に開催されるということですので、近くまで行って特等席でね花火を見に行きたいと思います。高等花火大会、1982年に砂町花火大会という名称でスタートしました。打ち上げ数は約6000発で、客席と打ち上げ場所が近いことから迫力のある花火を間近で見ることができます。はい、今ね出航いたしましたよ。私もね免許は取ったんですけども、全然運転してませんので、私がやるともうこのクルーズはボッコボコになりますから、プロフェッショナルに運転していただいて、後でちょっとね遊びで触らせてもらいたいと思います。ちなみにここから何分ぐらいですか？もう5分みんな出航しますよね。そうです、まあ、同じこと考えるんだ。はい、じゃあ今ね信号待ちです。信号ですか？信号になりました。どうだった？なんで向かいたいと思います。今ねもう近くまで来たわけなんですけども、もうわずか本当5分10分程度で来ましたが、船がねたくさん皆さんですね待機しております。あの橋の手前じゃないとダメみたいなんで、最終何隻の船がここから見るのか分かりませんけど、我々もその一つというか、手振ってる同じように多分花火を見に行かれる方々だと思いますけども、まだ花火は上がらないんですけども、お外出たいと思います。あ、手振ってくれてますね。あ、屋形船から見るパターンもいいですね。こういうケースも羨ましいな。気持ちいい。めっちゃいいね。すごいいいじゃん。はい、今ね音がどん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 鳴っておりますけども、しかしそれよりもこの船の数がすごい。もうみんな見に来てる。同じようにですね、今音だけ多分あたりで上がります。ちょっと今は何も見えないけどね。ね、
予行演習してるんだと思いますけど、ちょっとねもう少し船で待機したいと思います。はい、じゃあね今日はこのメンバーとですね、花火大会に臨みたいと思います。イエーイ。はい、あと20分したら花火が上がるわけなんですけども、それまでにね食事をしたいと思います。今日はですね、王将でしたっけ、はい、はい、の素晴らしい日本最高級の中華ですかねの、ご用意いただいたということなんで、これをみんなでねパクパクむしゃむしゃ食べたいと思います。じゃあ今ちょっとね、女性たちが外で写真撮ってますけども、男はもうそんなの待ってる時間もないぐらいお腹空いてますので、先に男だけで勝手に乾杯して食べたいと思います。乾杯。はい、おいしいおいしいお食事。じゃあそのまままずいきますか。食べます。うまい。王将の味だ。王将です。王将の焼きそば好きなんだよね。うん、僕王将大好き。王将の唐揚げ、おいしい。王将のエビチリ、うまい。はい、もうすぐですかね。結構火が落ちてきましたね。もう観覧車もいい感じに光ってますよ。まあみんな記念撮影してますけども、すごいなこの大船団。これもうなんか30とか40ぐらいはパッと見船出てますよ。だって後ろにもいるからね、もう多分全部で50超えてくるんじゃないかなっていうぐらいのね。すごいな。みんな同じように待機されて、ここで花火を待ってるんでしょう。あの屋形船のパターンいいですよね、あれね。なんかああいうのも未来作ってみたいなとか思っちゃいますよ。はい、そろそろだと思うんですけどね。ちょっと7時になってますけども、まだ上がってません。ただもうみんなね今か今かと待ってる雰囲気ですね。上がった。はい、いよいよ上がり出しました。花火が特等席から見れております。うわー、すごい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 。うわー、上がり出しましたよ。わー、すげー、結構いいね。だいぶ特等席じゃないですか。はい、みんなで花火大会クルーザーから見に来てまーす。今花火上がってます。素晴らしい。ハッピーフェイス最高。会場からの方が近いところまで行けるし、すごくでかくて綺麗ですね。綺麗さは天神よりも、まあ、天神も船から見たら綺麗なんだろうけどね。うん、あーすごい。まあどこまで近くまで行けるかだからな。いやーすごい、本当に綺麗。夏だから暑いかなとか思ったけど、全然夜は涼しい。まあ海だからっていうのもあるか、風がねめちゃくちゃ来てるから、これなんか想像以上にクルーザー花火いいな。ヘリ花火よりクルーザー花火の方がいいぞ。もうそろそろラストかなっていう感じですね。わあ、すごい。すげえ。めちゃ綺麗。はい、ということでね、船内戻ってまいりました。いや、良かったですね。1時間があっという間でしたね。もうちょっと見たいなっていう感じで、まあ、ある意味ちょうどいいぐらいなのかもしれないですね。ちなみに新木場のね、夢の島マリーナはですね、多分この、大船団がみんな戻ろうとするので、すごい混み合うことが予想されます。ということでね、今終わり次第速攻戻ってくれということで、今、クルーザーをですね、戻していただいてます。今回はこれで終わりですけども、いやー、やっぱいいですね。夏なんでね、しかも8月でしょ、くっそ暑いかなと思って、暑さ対策もたくさんね、考えて扇風機やらね、首につける涼しいやつが買ってきたけど、そんなも必要ないぐらい涼しかったですね。外にずっといたいぐらいですよ。そしてこのクルーザー自体がね、全然まだ正直活躍できてなかったんですよ。なんかいい、クルーザーでの遊び方ないかなとかね、僕釣りしないから、みんな釣りに行ったりとかすることもあると思うんですけど、なんかないかな、なんかないかなと思ってたんですけども、よく考えたら夏は花火大会があるじゃないかと。先日もね、天神の花火とかも見ましたけども、やっぱり上空ってね、そんなに長く待機できないのでね。ところが今回はね、もうたっぷりねっとりじっくり目の前にね、大きな花火をね、見ることができたので、やっぱ花火は別にそんな無理やり上から見なくてもですね、全然下からでもいいですよね。
しかも船だったら特等席だということで、これから夏の時期はですね、ちょっとこう花火大会をなるべくクルーザーで見るという企画をね、頻繁にやっていきたいなというふうに思いました。今から渋滞で巻き込まれないように速やかに夢の島に帰って、今日は自宅に帰りたいと思います。もう今年の花火大会はもう企画はしてなかったので、これで最後になると思いますが、またですね、今年ねこれ行っとけばよかったなと思うのがいくつかあったんで、あと天候で崩れたやつもあったんで、まあ、そのあたりをね、また1年後には花火のシーズンになればお届けできると思いますので、皆様にはですね、お見逃しないようにね、チャンネル登録まだの方はしていただきましてね、高評価コメントなどなどもしてもらえれば嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。